んこんにちは、リコ役の富田美優です。レグ役の伊勢マリアです。原作のつくし明人です。さてさて、私たちはですね、今前回に引き続きメイドインアビスを制作しているキネマシトラスさんに来ております。はい、前回はですね、先生にレイアウトを書いていただきました。うん、そのレイアウトはこちらになります。はい、本当に使うんでしょうねこれ。使われますよ、使われますよ。ラスト前カットになりますからね。はい、ポンさんです。さて、今回はどんなものが待っているんでしょうか。いよいよ動き出しちゃったりとかするんですかね映画。はい、うん、楽しみです。再び幕府へ行きますか。はい、はい、じゃあ早速潜入していきましょう。レッツゴー。今回もこの異物を使って、特急異物を。はい、あ、船水さん、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ今日は動画セクションについてご紹介できればと思いますので、はい、じゃあこちらの方へどうぞ。動画、はい、お邪魔します。ワクワク。こちらです。わー、すごい。これ先生が描いたやつですよね。いい感じになってますね。なんかちょっと色もついて。これは今どんな作業をされてるんですか。これ今動画作業で、実はね、留め位置って言って、はい、この辺だけのセルなんですけど、はい、それを綺麗に今アニメで使えるように線を拾ってもらってるところですね。へー、なるほど。線を拾うってどういうことなんですか。ちょっとやってみてもらってもいいですか。お、はい、かなり拡大できるんですね。今下にあの先生の書いていただいた動きをいただいて、はい、その上からこんな感じでこう、あ、おー、すごい、あ、すごい、あ、なんて言うんでしょう、こうシャッシャッシャってなってる、いっぱい線がある線をこう一本にするっていうか。そうです、そうです。へえ。今紙で動画もやったりはするんですけど、今デジタルもちょっと並行で、はい、はい、やってまして、こんな感じでパソコン上でちょっと線を拾ったりっていうところもやってます。じゃあこうやってま線を拾っていって、で、はい、全て線をかけたその後はどうするんですか。はい、じゃあちょっと今もう一個開ける、はい、これちょっとさっき説明使ったカットなんですけど、はいはい、これがもう線を拾った後のものになります。はい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 、でこれをですね一枚一枚こうやって、うん、動いてる、うっす、あ、本当だ、動いてる。でここまでやったらあとは次は色彩で、はい、あ、色の方を、色をつける、はい、これで動きはできたのでここに色をつけてもらう作業になります。はい、すごいな、やってみたいな。やってみますか。やっちゃっていいの。いいんですか。じゃあ色塗ってみますか。じゃあぜひお願いします。はい、ではこちらが色彩セクションになります。はい、はい、今ちょっと絶賛リコの方を塗ってるところです。リコだー、すごい。しかもかなりスピード速くないですか。すごいですよね。はいはい、大体あの1話に月4000枚から5000枚ぐらい塗らなきゃいけないので、これでスピードがないときつい。あ、なるほど。手さばきすごいですね。すごいですね。なんかちょっと絵描くの好きなんでこういうのすごいたまんないです。じゃあ早速ですけどお二人に、はい、はい、じゃあ実際に色を塗っていただければと思いますので、はい、お願いします。よろしくお願いいたします。はい、なんですけどかなりアビスは細かいのでちょっと大変かなと思います。申し訳で。あとこの仮色、ここのピンクの部分がこのピンクのボックスから色を取る。はい、よし、いいぞ。あ、おっと、けふん、おお、耳、耳、うん、あ、あ、耳の線塗っちゃった。怖い、怖い、これは怖い。あ、ん、あ、あ、大丈夫なのかな。ドキドキしてきた。ドキドキする。あ、すごい。ちょっと褐色派。何もなかった。何もなかった。よし。あ、普段デジタルなんで難しいですね。これは何の影なんだ。 あれですよ、バケツ あの液だれの先端で打つといいんですよこれ、きっと。お、さすがですね先生。おお、うん、もうデジタルやろですから。おお、でこれがベースの明るい 色。おお、すごい、色
それで、じゃあ早速塗ってみます。私すごいこういうの苦手なんです本当は。とてもあ、はい、グレー塗っちゃった。まあいいや。あ、やっちゃった。ここで戻れます。あ、ありがとう。じゃあ何もなかった。ちょっとあの協力してね。あ、でそして一旦押して、うん、ここをこうバケツのあれにして、うん、ここから多分任せてください。おーおーおー、ここから塗り始められます。さすがやっぱデジタル慣れてるなもう、で、でどこか塗り、顔とかから、肌の色から塗りますか。そうだね、ここを押しつつ、うん、うん、おうおうおう、ああ、なるほどね。あ、かわいい。でこの多分青のここが影なので、二段目のところを押して、あら青だ。えい。で移動し、ポチッと。あれグローブ。マジで慣れてないです。どうしようこういうの。よいしょ。ありがとう。で、あれ？これタッチしなくても反応すんのね、はい、そこで多分押せば。おー、色めっちゃ濃いね。レグこれ濃いですね。肌色じゃないからか。あれ、これ濃い方が濡れちゃった、もしかして。あら、ちょタッチしたらすぐ濡れさんの暴走がタッチしたらすぐ濡れちゃうからさ難しいな。できたお疲れ様です。なるもんですね。いや本当ですね。そうですね。いやこれをさっきの速さでやるのすごいすごいことですよね。いや改めて感じました。こんなに大変とは思わなかった。特に私はなかなか慣れなくて、ミュウちゃんに助けてもらってばっかりだったんですけど、はい、本当にこういう風に色が塗られていくんですね。うん、はい、大変だこりゃ。いや本当これは大変はい、というわけで次はどちらに行くんですか。はい、じゃあ次はメイドインアビスの背景の方へ。来たー待ってました。じゃあちょっとこちらの方へ。はい、はい、早速行きましょう。はい、行こう。あ、この方はどなたですかこちら、メイドインアビスの美術監督をされてます増山さんになります。増山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと実際作業しているところなどを見ていただきたいと思いますので、はい、はい、では背景部の方へ。はい、はい、お願いします。お願いします、はい、というわけで増山さん、はい、ちょっと背景美術の方を見させていただきたいんですが、はい、これはちなみに第何話の。これはあの1話の一番最初のカットですね。冒頭のところですね。リコとナットの、はい、ところですね。すごい。これももちろん増山さんがもう一から全部描かれたということで。そうですね、このカットは。そうですね。あ、すごい。もう美術界の白笛とお呼びしたい。ですか。レジェンドですね。レジェンドです。だってですあのいろいろ1話とか2話のオンエア後の反響を私たちもまあいただくんですけど、見させていただくと絶対に美術がすごいっていうあるんですよ、ね、ワードが入ってます。そうですか。素晴らしいです。ありがとうございます。なんかこう美術をこう描く上で気をつけていることとかこだわりってあるんですか。はい、そうですね、今回特にやっぱり、穴の中っていう閉鎖空間なので、はい、うん、やっぱりその中でどういう大きさを出すかっていうのを一番気にしてますね。初めてそのアビスの大穴がこう全体でこう引きで見えた時に、はい、あまりのその大きさにすごい私びっくりしたんですけど、はい、あれはその原作を見てもうそういう自分でイメージっていうかこう膨らませてもうそのまま描いたって感じなんですか。そうですね、まあ、基本、まあ、見て描くわけにはいかないので、うん、まあ、自分が見たものとか、うん、見た風景とか、うん、まあ、そういったものを頭の中でまた組み合わせてる感じですね。あの背景も好きでした。あのなんか太陽がこう昇ってくるところの、はい、あ、1話ですか。あ、私1話の、ね、あ、そうか、これはすごい、これ感動しました。いやすごいな。この風車とかって、はい、あれ、あの原作の中に書き込みってありましたっけ。一応あったと思いますが、なんかこれ見て、あ、大須の街並みってあこういう感じなんだなとかっていうのがよりなんか分かりましたね。石畳の感じとか街の感じ、背景によってこう印象がよりこう伝わってくるというか。教室とかも好きです。あ、みんなの、うん、
教室です、ね、あいいですね、いいですよね、光が差してる感じが、うんうんうん、その増山さんの感性っていうのはどういうところからこう出てくるんですか。そうですね、うん、まあ、結構小さい時から風景ぼーっと眺めるのが好きだったので、はいはい、まあ、その延長線上にあるんでしょうね。なるほど。いや、こんな風にあの美術の絵が描かれてるっていうのを知れてすごいなんかもうやっぱり感動しました、うん、なんか改めてこう、うん、アニメに背景って欠かせないんだなって思いました。本当だよね、もう美術一つでどれだけその空間の、ね、印象とかが奥行きとかなんかこう湿度がねすごいなんか伝わってくる感じが、そうですね、しました。はい、感動しました。ありがとうございます。ありがとうございました。今日一日楽しかったね。楽しかったですね。いろんな工程も見られたし、体験までさせていただいて。そうだね。本当に良かったです。盛りだくさんな一日でした、うん。はい。でもあれですよね。この背景美術の作業で終わりではないんですもんね。はい、終わりではないですね。まだまだ作業工程があるってことですか。はい、この後見ていただいたあのキャラクターセルと、あと背景を合わせる撮影、うん、はい、あとはその長さを決めるカッティング、はい、カッティング、さらに音をつけるダビング、あとアフレコ、はい、していただいて、最後に V 編、納品の作業をして納品になります。本当にアフレコって最後の方なんですね。私たちがこう関わってるのってある意味ほんの一部だったんですね。すごい勉強になりました。またアフレコ頑張ります。はい、よろしくお願いします。はい、はい、そしてですね、先生が持ってるこちらレイアウトが、はい、13話のラスト前カットで使われることが正式にも決定しました。やった先生どうですか、今のご感想は。恐ろしいですねでもぜひともあの DVD ブルーレイでね、そうですね、何度も見返していただきたい、はい、どうぞよろしくお願いします。もっと楽しくなってきましたね、だんだん僕より上手い人たちがねやってくれてますからねではでは早速これから私たち4人でメイドインアビスについて深くトークしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけど、つくし先生は、はい、リコとかレグをはじめどんな風にこうキャラクターを生み出してるというか、うん、考えてるんですか。あのですね、はい、リコとレグは結構初めにポンと出てきたキャラクターなんですよ、うん、いや初めは向こうこのリコとレグが一緒のキャラクターだったんですよ。へー、はい、でその一人の少年だったかな最初は、はい、で少年が一人でこう穴に降りていく話だったんですけども、はい、ここでちょっと立ち行かないなってなってで、こうやってちょっと2人に分かれてもらって、うんうん、でその、 あのメンタルとかそういうなんか強いものを持ってってのをリコちゃんの方に持ってもらって、うん、でそれでレグを引っ張ってってもらう、うん、でレグの方はそのフィジカルお化けになってもらって、うん、はい、でこれなら手を取り合って、うん、あのお互い掛け合いながら降りていけるのでちょっと楽しくなるかなって思って、うん、で穴の途中に出てくるあのオーゼンさんとかマルルクとかナナチとかあの辺のキャラクターは小池和夫先生のはい、あの漫画原作者のすごい方で小池和夫先生という方がいてですね、はい、この人の書いた本があるんですけども、この本を熟読してなるほどそうやればいいのかって言って作りました。なんかそういう なんだろう、マニュアルガイドみたいな本があるんです。あるんですか、はい、へえ、そうなんだ、はい、ちょっと気になるので調べてみますお二人はあの役に入っていくとき、キャラクターにいるときって、どんな風にこう入っていく感じなんですかね。割とこうリコと似通った部分が多くて、まあ、年齢も比較的近いですし、なんだろう、なんだろう、私も割とこう気になったものにホイホイホイって目がいっちゃうタイプなので、なんかそういう点ではちょっと似てるかなってところもありつつ、でもあれですよね、リコみたいな境遇にはなったことないですもんね。ないですね。だからまあそれはなんかどこまでこう連想して自分を追い込めるかみたいなところにもなってくるんですけど、後半入ってましたよね。本当ですか、はい、よかったです。もうなんかあれはもう本当になんかこういい意味でここまでしんどいアフレコ初めてって思ったようなアフレコで、でもなんかもう本当にその、まあ、腕折っちゃった時とかもう本当顔が真っ白だよって言われるくらい、うん、でも変な汗出てきちゃうくらい、でもそれくらいなんか体は辛いけど役に入るってこういうことですごい楽しいなって思っちゃいました。すごいもの見たって気がしました。すごいリアルでしたよね、はい、なんか、私は役を演じる上ですごく大切にしていることが、はい、その時その時の
感情の源になる、はい、まあ、源泉になるのが自分自身の、まあ、記憶、はい、うん、なので、その自分自身が今までこう経験してきた、体験してきた中で感じた、例えばなんだろう、ちょっとこう世界的なニュースで痛ましい事件とかあったりするじゃないですか、はい、あれを見た時にうわっとか、なんかこう目をこうちょっとパッと背けたくなるような、はい、その自分の中でズキッてこう痛んだ気持ちを覚えとくんですよ。で、あの時のうわ嫌だなって思ったその気持ちを覚えといて、レグが例えばそのリコを守らなきゃいけないっていう、その敵が目の前に、まあ、玉勝とか現れた時の、はい、うわ怖い逃げた嫌だっていうのを、あの時のその気持ちとリンクさせるとすごくリアルにそれがバッて出せるから、普段結構なんかあの何でしたっけ、快活で感情的なこう雰囲気を受けるんですけども、そうですね、その時もいるんですね上の方にこうやって覚えておこうってやつ、なるほどこういう感情、常になんかこうここにもう一人の自分がいて覚えておこうと思って、それをうまくこう結びつけてわーって強いですね。そうですね、なんか強くなっちゃいますね。でもなんかこういう伊勢さんがこうなんか伊勢さんと一緒にこうやってアニメのアフレコやってきて、その芝居に対しての思いっていうのをすごいこう近くでひしひし感じてて、だからなんかその点ではすごいなんか自分もなんかこういう風になれたらなとか、こうちょっと刺激受けたなとか、お芝居変わったかなとか思えるようになりました。心強いですよね、本当にもう嬉しいです。こんな言ってくれるなんて、本当に伊勢さんにはいろんなことを教わったっていうか、嬉しいありがとうございます。よかった。嬉しい。なんかまだまだいろいろ話したりないし、聞きたいこともいっぱいあるんですけど、もう時間がないっていうことで、はい、じゃあ最後に、ファンの皆さんに一言お願いしますということで、じゃあまず先生からお願いします。はい、アニメいかがでしたか。僕言いたいことを全部漫画にあの書いてきたのがもう全部それ、あのアニメ広げてくれてるんで、めちゃくちゃ面白かったと思うんですけども、いやーなんか2期あったらいいですね、まあ、あの楽しんでいただけたら幸いです。ありがとうございます。じゃあそれでは監督お願いします。はい、もう原作読んだ時からですね、この13本をどうまとめるかって考えたんですけど、アニメ用にこれをなんか完結するようなまとめ方をすると、逆にそのアビスのですね魅力がなくなるんじゃないかと思って、で見ていただいたらお分かりの通りですね、まあ大団円という形ではなってないです。ぜひともこれが機会にですね第2期ができればいいかなと僕も思ってますのでよろしくお願いします。はい、13本という短いようで長い道のりを、リコと共に、歩んできまして、リコだけじゃないですね、みんなと一緒に今歩んできまして、なんだか本当になんか冒険しているような気持ちで、私自身もレグと出会えて本当に良かったなと、胸を張って私の代表作だと言えるあの作品に出会えたことがすごく嬉しく思っています。ありがとうございます、先生そして監督。なので、ぜひとも2期をやりたいです。そこにつながるんかいって感じなんですけど、もう本当にぜひとも、今後の展開をまだまだアニメでも見たいと思っていますので、変わらぬ応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。まず皆さん、13話まで見てくださって本当にありがとうございます。なんだろうな、本当にこのメイドインアビスっていう作品に出会えて、こう自分の芝居もそうなんですけど、自分のこう感情的な部分とかもすごい、なんかこうリコと出会ってレグと出会ってこうみんなと出会って、なんかこう変われたかなって思った部分もあったので、本当にこう自分にとってすごい大切な作品になったかなって思います。で皆さんの応援があればきっと人気もできると思いますので、何卒これからもメイドインアビスよろしくお願いします。というわけで皆さん、またどこかでお会いしましょう。またね。